出ました。外にね、あ、そうだって今思ったみたいで。どうぞポンちゃん、探検隊出てください。慎重なたちだったな、やっぱりね。まあいいでしょう。あそこに伺って安全なんだもんね。そうだね。あとはね、ジャン君の距離もちょっとあるのかなと。わざと前通ったの。うん。なでなでしたらね、ポンちゃんの目の前をなでられながら歩いてみました。それが今のピール。ポンちゃんはリラックスしてください。ジャン君アピール、通りすがりの通行人を装ってます。ジャン君、知ってんだよね。なんかアピールしてんだよね。なんかそこにすっごい似合ってた。行きたいんだと思うんだよな。うん、空っぽのケージの時からね、だいぶ興味を持ってたからね。うん、で、多分今はポンちゃんが1階で門番なんだね。逆のことが起きてるってことだよ